皆さんこんにちはレック専任講師の伊藤ですそれでは fp 2級合格の取説無料講義動画第4回生命保険の商品性を始めますえ今度はですねリスク管理という2つ目の科目の方に入っていきたいと思いますリスク管理という科目は主に生命保険それから損害保険そして医療保険といったような形でのいわゆる民間のですね保証保険について学習していく範囲ということになりますね このまず科目について最初のまとめのページをちょっと見ていきましょうこういう内容が出てきていますまとめのページ右側のところなんですけれども生命保険それから損害保険そして第三分野の保険ってありますねこの第三分野というのが一般的に医療保険とこう呼ばれているところでこれからこの科目の中ではこの三つの構成をですね分けて進めていきたいと思いますそしてもう一つこの科目で重要になってくるのがその下のところにある税金の内容なんですね でこの税金というのは FP の学習ではこの後タックスプランニングという科目で所得税の学習をしそこで例えば控除のことあるいは法人税であれば損金のことなどを学習していきますただ税金の分野についてはその科目を超えた形でこのリスク管理の科目からも出題される場合もありますからまずここでタックスの,その前哨戦という形、まあ、予習という考え方でも構いませんので税金のことも少しつかんでおきたいところなんですね。 実際にテキストの方107ページのところを次のページ開けていただきますと同じその内容がもう一度まとめて書いてあります指摘保険の種類じゃあ指摘保険というのはどういうことかというと先ほど第3回目までの講義で見てきたいわゆる社会保険の内容とは一つ異なるということで 社会保険の中にあった健康保険年金ということとは違って今度は自らがですね自分に合うその生命保険や損害保険の契約をしていこう民間の会社の商品との契約をしようということからこの私的保険とこういう言い方をしているわけですね。そして第1分野これを生命保険それから第2分野損害保険そして医療保険などでは第3分野とこういう言い方をするこういう構成でこの私的保険というものが商品として取り上げられてくることになります。 次の10ペのの108ページのところ具体的な内容のの方に入ってきましょうページところ保険の原則とというこころがありますこの保険の原則というのは主に保険料ですねこの私たちが契約をした際支払う保険料というのがどういう決まり方をするかそこの決まり方2つ1つは対数の法則、まあ、対数の法則ってこれ一言で言うと確率って考えてもいいですね。 確率と書きましょうで、これ確率例えば生命保険ですから人が亡くなってしまう確率などもやはり保険料の決まり方の要素の一つだということですねそしてもう一つが収支相当の原則収と市がイコールになるまあ、こ,こ,これはですねつまり民間の会社が商品として販売をしている生命保険や損害保険ですから当然その会社としては収入となる部分 収入というのがこの保険料ということと今度はその保険金という形で支払うという形の保険金この2つがですねこれがイコールになっていかないと当然保険会社としては成り立っていかないということからこのように保険料を決める際には収支相当の原則とこういうことにも基づいているんだということなんですね。次に109ページはクーリング・オフ制度です。 生命保険の商品に入っていく前にまずこの契約者の保護という中で仕組みについて何点か見ていきましょうその仕組み1つ目クーリングオフ制度というこ,とになりますこのクーリングオフというのは一旦契約したその商品をですねその契約の取り消しを行うことができる、まあ、つまり契約者の側から取り消しを行うことができるという時の一つのルールを定めているものなんですね。 講義使いの中に要点がありますそこを見ていきたいと思いますがここにですね8日以内という言葉が出てきていますこの8日以内というのが一つのポイントと言ってもいいですねこの8日以内じゃあどうやって8日以内を測るかというとその次のところ契約の申し込み日またはクーリングオフについて記載された書面を受け取った日のいずれか遅い日から8日以内これ遅い日です で,1週間ではないですよねこの辺り細かいことですけども丁寧に覚えておく必要がありますで,さらにですね書面にて行うということは例えば一方的に電話などをすることによって解約だということはできない、まあ、クーリングオフというのはその保護のためにですね契約者は保護のための制度とは言ってもやはり一定の守っていかなければいけないルールというものが決まっているんです。そそしてもう1つのの下のところクーリングオフできない契約というのがあります。 例えば保険期間が1年以内の契約、それから自賠責保険、まあ、これは損害保険の分野の自動車保険ですけれども加入義務があるような保険これはクリーングオフができません。じゃあ生命保険の場合に間違いやすいところとしてもう一点挙げておきましょう。例えば、医師の診断を受けた。まあ、この生命保険というのは告知の義務があったりあるいは健康診断を受けてきなさいと、まあ、こういうことが決まっているケースがあります。これ 健康診断などを受けるとですねもうその契約についてはクリーンオフができないということになっていくんですねこのページについては何か所かの要点ちょっとつかんでいきたいところですそれから110ページ保険契約者保護機構まあ、契約者保護に関する内容を続けていきたいと思いますが仮にその保険会社まあ、民間の保険会社ですから何らかの理由で破綻をしてしまったような時には保険契約者保護をされていかなければいけないですね で、その時に設けられているのが、この保護機構なんですね。生命保険、あるいは損害保険ともに保護機構が設けられているんですが、そこでやはりちょっと例外的な考え方注意していきましょう。少額短期保険業者や共済は、この保護機構への加入義務付けられていないということなんです。で、この少額短期保険業者について、その下のワンポイントのところにもありますが、文字通り少額。 まあつまり保険金としてのですね合計金額上限1000万円、まあ、これその内容についての細かな区分けはありますが上限の1000万円ということは少額短期保険業者の一つとして覚えておいていただきたいと思いますさらには掛け捨てなどのですね契約がに限ってこの少額短期保険業者としての生命保険契約をすることができるということになっています 次にこの保護機構について、じゃあそのような破綻などがあったときにはどれだけ保護されるかということなんですが、生命保険契約の場合には全契約の責任準備金の90%、もちろんこの90%という数値も大切なんですが、その手前に出てきたこの責任準備金、あの責任準備金というのはその下にもあります。これ保険会社がですね、一定のルールのもとに積み立てておかなければいけない金額だと、 いうことになっているんですが、これ責任準備金という言葉、これ確実に覚えておいてください。あの決してですね、保険金の90%ではないです。それから支払い保険料の90%でもありません。解約返礼金でもありません。責任準備金のということに対しての90%が生命保険契約者保護機構で契約者保護のための割合ということになっています。 次にその下のところソルベンシーマージン比率ですこれもその保険会社の破綻ということにですね備える形で私たちが情報収集できる内容なんですけれども一定の計算方法によってソルベンシーマージン比率というものを求めることができるようになっているんですねじゃあその計算方法はともかくとしてこの比率はどういう数値になっていれば良いかということなんですけれども下から2行目200%を下回ると 金融庁による早期是正措置の対象つまり200という数値がここで一つのポイントとして取り上げられているんです100%ではありませんのでこれ気をつけましょうで当然ソルベンシーマージン比率はもっと大きな数値としてその保険会社がこれを表していますもちろん1000%を超えるような数値という場合もあるでしょうただここで抑えておくのは 200%というところに一つのボーダーラインがあるんだという形で捉えておいていただければ良いと思います111ページのところは保険法と保険業法ですね保険法というのもやはりその契約者を保護するためということによって設けられている法律ですけれどもその保険法の中で例えば告知これ後でもう一度出てきますが保険契約の際の告知などに関すること これもですね細かい点を保険法の中で契約者保護として決めているというところがあります次の112ページのところにですねそのルールについてまとまっていますから112ページのところで保険法を続けて見ていきましょう例えば一番上のところ契約者に重大な告知義務違反があった場合ということでこれ当然契約者が正しい告知をしていないと保険金は支払われないということになってしまいますよね 一方でその告知については「質問応答義務」という形で聞かれたことに答えればいいということなどもこの保険法の中での告知としてはポイントとして取り上げられていることがあります。ではその質問応答義務のことなど再度出てくるページのところでもう一度お話をしていきたいと思いますが114ペ,11ページのところでは今度生命保険契約の仕組みというところになります。 生命保険の仕組み理解していく上ではその基本となる用語これをですね正しく押さえていく必要があります <laughs> 例えば生命保険というのは契約者それから被保険者そして受取人まあこれがですね整った形でその生命保険の契約であるということで、さらにこの表でいくと一番下のところには主契約と特約という言葉が出てきていますね主契約文字通りその主たる部分 そして特約というのはここにもあるとおりつまり特約はつけてあってもつけてなくてももちろん主契契約約が保険契約の中心であるとということになりますねその保険契約の中の生命保険ですけれども種類としては生命保険の種類隣のページ死亡保険生存保険それから生死混合保険。 まあこのあたりは定期保険やあるいは養老保険という形での用語の使い方もまた後ほど見ていきたいと思います。保険料について見ていきましょう。先ほど保険料は対数の法則あるいは収支相当の原則で決まっていくというところまでがありました。でさらにそれをもう少し掘り下げていくと、この生命保険の保険料の決まり方は図解にもあるとおり、この予定死亡率と、 予定利率率とそれれから予予定定事業比率これに基づいいてて決まっていくんですね予定死亡率というのは文字通り亡くなってしまう人の数予定利率は保険料を受け取った保険会社がどれだけ運用益を上げていけるかそして予定事業比率というのは保険会社が事業を行うためのいわゆる経費の部分これを全て保険料の中に反映させているということになります。 じゃあそれぞれのこの率で決まったものが保険料の中にどのように反映されるかということですが次の116ページのところに行きたいと思います116ページもう一度図解の中を見ていきましょう保険料として契約者が支払うものが大きく2つに分かれますそれが1つが準保険料もう1つが付加保険料でこのうちですね準保険料というものは 予定死亡率と予定利率から計算されていきますじゃあそこで一つ考え方ですけれども予定死亡率が高くなれば純保険料は当然高くなりますねそれは収支相当の原則に前提が基づいているからと言ってもいいと思いますそしてじゃあ予定利率が高くなると運用益が増えるわけですから純保険料はその分少なく下がるということにも構造上なっていくと思います もう一つの予定事業比率これは付加保険料という部分が決まりますただ付加保険料といってもそれは契約者が払う保険料の一部つまり予定事業比率は保険会社の経費の部分ですからその部分が高くなっていくと当然最終的には保険料も高くなっていくという構造になっていると思いますこのようにして一定の保険料を受け取った保険会社 運用などをしそしてこの率に対して当然そこには一定の誤差というものが出てきますねその仮に誤差が出てくればその差については契約者に対して配当金という形で払っていくということにもなりますその配当金の考え方常用金の考え方が百十七ページのところ常用金というのは当然そこで余りという言葉が使われている通りですね 保険料の収入に対して保険金の支払いが少なければ常用金あるいは配当金になりますその常用金が出る原因としては支査益、利査益、そして被査益この3つのところから起きえてくるということになるわけですね118ページに進みましょうもう一度契約の際の告知について先ほど保険法の中でも告知という言葉があったんですけれどもこの告知義務 これがですねやはりこの中のキーワードとして挙げられてくると思いますただその告知の義務というのは右側のワンポイントにもあるとおり質問応答義務これが決められているんですねつまり聞かれれれたここいいことととにに答答えばいいいううなんんでですすそれを質問応答義務このように呼んでいますそしてこの告知に対しては今度告知義務違反ということになりますが仮に保険会社が契約者の告知義務違反ということにですね 気づいた際にはここでは事実を知った日から1ヶ月以内であれば契約が解除ということになっていきますね一方で保険会社の方からこの告知を妨げるようなことなどがあった,らだった時には契約解除ができないということも加えて覚えておきましょう次に責任開始日保険の契約がいつから始まっていくのかということその始まっていく日これを責任開始日と言います 責任開始日というのはその百十八ページの下にある三つの条件これがすべて揃ったときこれが責任開始日というふうに言われているんですねつまりどれか一つだけ行ってもそれはまだ保険契約としてはスタートしていないということになりますこのようにしてその一つにある保険料の払い込み払い込みも当然した上で責任開始日ということになっていくんですが その保険料の払い込みというのが思うようにできなくなってしまったときには今度は払い込みの猶予これを認めているんですね119ページのところには保険料の払い込み猶予というのがありますただその保険料の払い込みの方法が一時払いなのかあるいは 前期前納払いかあるいは月払いか年払いかいろいろな払い込み方法がありますからそれの違いによってこの払い込みの猶予の期間というのもそれぞれ異なってくるということになります次の百二十ページのところを見ると必要保証額の計算という項目がありますねで、この必要保証額の計算というのは 近在の実施している実技試験の中の一つである政府顧客資産相談業務この生命保険この内容が非常に問題数として多く出題されてくる実技試験というものがありますその中ではもちろん社会保険であったりあるいはこの生命保険のそれぞれの商品という問題もありますが一方でこの必要保証額の計算というところも問題の中の出題頻度が高いんですねですから実技試験で その政府顧客資産相談業務の選択をして受験をしようと考えている方はこの必要保証額の計算のところは十分進め理解を進めておいていただきたいと思いますそれでは内容の方は先へ進めていきたいと思います今度は124ページのところに移っていきましょう124ページのところから生命保険の種類と契約 まあ先ほど生命保険の種類というところでいくつか項目が挙がっていたんですがもう少しそれを細かく見ていきますと一つ目定期保険です定期期保保険ととといいいううのののは文字通りその保証の期間が決まっているというこでですねですねからその期間の中で保険事故が起きる例えば亡くなって被保険者が亡くなってしまうということなどがあればそこで保険金の支払いということになりますがその保険期間内に 保険事故がなければいわゆきかわけですね定期保険かけ捨て、まあ、この辺りの言葉が一つのキーワードと考えてもいいでしょう。したがって保険料を考えた時には他の保険に比べると保険料は安くなっていくと思います。そしてもう一つこの定期保険での保険料を考える時には「低増定期」あるいは「低減定期」という言葉になった時き 保険料これとの違いこれ気をつけていきたいところなんですねこの低増や低減というのはあくまでも時間の経過とともに保険金は増えたり減ったりしますただ保険料は変わりません保険料が変わるというのはあくまでも隣の125ページの方を見ていきますと 一定のですね契約期間から満期の間に更新などが行われた時ということになるんですこのように低減低増となった時には死亡保険金の額には変化があっても保険料は変わらないということとの違いをですね十分に注目しておいていただきたいと思います次に保険契約の種類の2番目126ページ終身保険です 終身保険の特徴というのは一生涯にわたって保証が続くということですから定期保険と違って当然かけ捨てになるということはありませんただ保険料の観点から見るとその保険料の支払いが終身で続いていくケースと一定の期間で払い込みが終了するケースと大きく2つに分かれているというところも特徴ではないかと思いますそしてこの定期保険と終身保険をですね組み合わせる形で商品として多く 取り上げられているのがその次127ページの下にあるですねこの定期保険特約付き終身保険というものがありますで特にその特徴的な商品というのはこの更新型更新型はここで保険料ですねこの保険料の違いというところに更新時に再計算という言葉があります これ一定の年齢をですね超えるごとに更新であるそこでもちろん保証を変えることもできますが年齢が上がるということは当然ながら死亡率が上がるということにつながっていくので更新時には保険料の再計算が行われるというこ,とですこの保険の商品とそれから保険料の関係これをですねそれぞれ組み合わせる形で覚えておくところも一つのポイントになると思いますね。 そして3つ目が128ページ養老保険です。養老保険というのは生死混合保険と呼ばれているようにですね、一定の期間の中でその被保険者が亡くなると死亡保険金。その死亡保険金ではないケースはもう一つは満期保険金です。満期の際には満期保険金。つまり一定の金額は必ず受け取れるものと言ってもいいですね。したがって保険料の考え方でいくと隣の図解にもある通り、 常に何らかの保険金を受け取るわけですから今まで見てきた定期保険や就寝保険に比べると保険料は高く設定されているということが一般的ではないかと思います。その他の他生命保険ということで130ページは今度は変額保険です。額額保険ととといいうこでで文字通り定額ではないと じゃあ定額ではないからといってすべての保険金が定額ではないかというとそのあたりもこの変額保険を取り上げる選択肢では注意が必要です最低保証という言葉がある通りですねこの変額してしまうのはこれは解約返礼金あるいは満期の保険金などなんです最低保証死亡保険金などには一定の最低保証額これが決められているということですね 返額保険だからといって全てが返額ではないということこのあたりは特徴としては押さえておいていただきたいと思いますそしてその他の保険としてもう一つは132ページのところに子ども保険がありますこれはライフプランニングと資金計画の科目の中の教育資金のところにも出てきていたものなんですけれども保険の種類であることは間違いがありませんただ子ども保険学習保険を活用する場面というのは 一定の期間が満了した段階でそれを満期保険金まあお祝い金という形で受け取ってですねそれを子どもの入学などの資金に当てていくというのを目的としているんですただ金融商品の積み立てではないというのはこれが保険であるじゃあどういう場合にこの保険の機能があるかというと契約者である親が亡くなってしまったとしても必ずこの約束された 満期保険金を受け取ることができるというものなんですじゃあ何の違いがあるかそれは契約者が亡くなった後保険料の支払いが免除となるんですねつまり決められた保険料の支払いが完了していなかったとしてもこの学資保険子ども保険の場合にはお祝い金満期保険金が支払われるということですもちろんですねこのような保険事項契約者の死亡がなくても 契約通りの満期保険金を受け取りますからそれが教育資金として当てていくということにつながると思います次は134ページまで進みましょう個人年金保険です今度は年金保険という言葉になりましたから被保険者本人がですね、一定の期間を超えた段階からは今度は年金という形で保険金を受け取っていくことができる保証の内容 大きくはですね次のページにある通り三つの個人年金保険がありますここはそれぞれ保証期間付きということをですねこの中に区分けしていますけれどもまずそれぞれの表の左側のところで見ていきたいと思います一つ目就寝保険あ就寝年金ですねで就寝年金というのは文字通り生存している間と まあこの被保険者が生存している間は年金を受け取り続けることができるというのを就寝年金と言います2点目が有期年金これは生存している間一定の期間つまり仮にですねこの年金を受け取っている最中に被保険者が亡くなってしまうとそれ以降の年金を受け取ることができなくなるということなんです。したがっってて遺族にには年金がななとこういういういますよね じゃあそれに代わるものとして次は確定年金ページですこれは生死に関係なくとありますこれ生死に関係なくというのは仮に被保険者本人が年金の受け取り中に亡くなってしまってもその後一定の期間については今度は遺族が年金を受け取るということになっていくのでそれを確定年金とこういう言い方をしているんですね。この個人年金保険は 他にもさまざまなもケースがありますが、まずこの終身と有期と、それから確定というですね。この三つの違いということを、まず代表的なものとして、さえていただきたいと思います。この生命保険契約は、生命保険契約の一般的な商品性という形で。例えば、定期保険や、あるいは終身保険の特徴。そして、個人年金保険の特徴。 複数のものがありましたのでそれぞれの特徴を正しく見極めていくことができるかどうか、まあ、こういう形で選択肢の中から整合を選んでいくという問題が出題頻度が高くあると思いますねそして先へ進めていきましょう今度はですね139ページのところにこういう内容があります主な特約というところですねで、この特約というのは主契約に対するまあオプションであるということをお話をしました 特約の種類、非常に多岐にわたっているんですけれども、その下に主な特約の種類というものが構成されています。特約の代表的なものをちょっといくつか挙げておきましょう。百四十ページのところに移りたいと思います。百四十ページ、まず特定疾病保障。保険特約、三大疾病という言葉がありますね。で、この三大疾病というのが、文字通り、そこに三つ書かれています。癌と急性心筋梗塞と脳卒中。 が癌、まあ、と心疾患と脳疾患とまあ、こういうふうに呼んでもいいと思いますがこの3つの疾病にかかってしまったときには特定疾病保険金が支払われますでこれ特約の際にはですねこれが生前給付になっているということなんですですから死亡保険金ではなくてここで 疾病の特,特定疾病の保険金を受け取るとそこでその契約は終了するということになっていくんですね。ここれれが特約の中の中つととしては取り上げられるところですそれからこのようにですね疾病の内容を特定することなく余命6ヶ月以内という診断にな,る時にはなった時には。 リビングニーズ特約ということでやはり死亡保険金相当額を受け取ることができるこれもですねやはり考え方としてはその段階で保険契約は終了とということになりますそれから先進医療特約先進医療の特約というのはその契約段階で先進医療と呼ばれていたものだけではなくてその医療を受ける段階で先進医療となっているものについてはこの特約からの 給付金を受けることができるということになっていきますさて143ページのところに行きますとこの保険商品以外の項目が少し載っていますのでそこを見ておきましょう143ページ払い積み保険と延長保険これはですねどちらかというと保険料の支払いが難しくなった時にということで先ほどの保険料 あるいは保険,の保険料の払い込みの猶予期間などと踏まえて押さえていただきたいと思いますが払い済み保険というのは一定の時期にですねもう保険料の払い込みを中止をしてそしてそれまでにあった保険の補償を小さくするケースこれを払い済み保険とこういう呼び方をしていいますでいずれも特約が消滅今見てきた医療の特約などが消滅するということ。 もう一つが延長保険です144ページのところにあるんですがこれも一定の段階で保険料の支払いを中止するその段階でじゃあ保険金額は変わらないけれども今度は期間が短くなるんですねこの期間が短くなってということを延長保険とこういう言い方をします で延長保険も払い積み保険もいずれも特約はその段階で消滅するというところは共通の特徴として覚えておいていただければ良いと思いますはい、それでは無料講義動画の第四回ですね生命保険の商品性についてここで終わりますご視聴ありがとうございました